ぜひまだ私のメール受け取ってない方は検討をお願いします。あやの萌え台詞待ってたんですが、え、あれ MC ですか、ホコテンの、ホコテン割の MC。 私はあれはキューティーハニーのなんか謎のコート着たやつをやるために履けました。すいません、ちょっと抜けがけしてしまいました。卒コン今見てたって、ちょうどいい。私も卒コンね見てるよ、終わってから、終わってから見たんで何でも話せます。そう、今日は卒コンのお話、メールでも話します。明日だから聞き逃しても明日話すから、メール取れば大丈夫。何から話そうかなって感じだよね。なんか話題振ってください何でも、卒コンの話、コンサートの話。もう2日前か3日前か、チリさんのが3日前だから2日前か。こんばんは。あ、フィーバータイムね、フィーバータイムどうだった、見た、フィーバータイム、フィーバータイムだったでしょ。フィーバータイムだったの。エスケープにフィーバータイムがあるのすごくない、あれ本当にフィーバータイムだよね。でも私ね、なんかね、そこちょっと、そこだけ失敗したとこだったからちょっとあれだったけど、ここ点を覚えるのはそんなに難しくなかった、楽しかった。今ヨカちゃんの足技だって、もうすぐ私出てくるじゃん、私がもうすぐ出てくる とこじゃん。そこは片ファイもね、片思いファイナリーもフルでやったんですけど、てかフルじゃなくて、私片思いファイナリー自体やったことなくて初めてやったんだけど、あのメンバーはチェリさんが一人一人選んでくれたらしくて嬉しかった、それ聞いて。フィーバータイム、フィーバーしてたでしょ。気になる方はぜひエスケープを見てください。夜のジュナさんの夜公演のエスケープで、私とナオさんがフィーバーするんで、フィーバータイム見てください。こんばんは。今日はチェリさんと会いました。感動の再会、感動の再会をね、まあチェリさんの卒婚の次の日にも感動の再会をしたんだけど、今日も感動の再会しました。なおさんってなおさんだよ、古畑なおさん。フィーバータイム見れば絶対にわかります。こんばんは。エスケープね、エスケープさ、割と映してもらえて嬉しかった。割とね、割といい感じの場所にいたんだよね。フィーバータイム、フィーバータイムでもさ、なんか本番で激しくやりすぎてエスケープを頭がついてこなくて、なんかあーみたいになっちゃって、そこがフィーバータイムに入ってたからあれだったけど、そうエスケープね、定点で見れるの、定点で見れるんだよエスケープ。なんでしょうか、ラムネは出ない。だから明日、じゃあ16日のエゴさんの生誕がラスト
です。公演一緒に出るのチェリさんと、今日はチェリさんと真面目な話をして帰ってきました。スキープ、エスケープ、アイアイさんかっこよかった、めちゃくちゃ。なんかさ、隣エスケープ隣がミレータンだったんだけど、めちゃくちゃ気合い入って、いつも横ですっごいキレキレで踊ってるから負けないように頑張ろうと思って、めちゃくちゃ気合いが入りました横にいたからね。でもなんか終わった後、二人でぜい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 母言いながらいつも帰ってた。明日のあかね祭り生解説見る。え、でも多分ね、解説メンバーにも前してくれたから、多分それを多分話すから、大体ね、メンバーは多分もう知ってることが多いと思うけど、見ようと思う。明日暇だし、公演の練習しかやることない。明日見たい。みんなも見ましょう。ラムネちゃん、雪国、雪国、ラムネあかねちゃん意味がわかんない。もうこんばんは。お腹空いたのでご飯食べて。ハロウィンナイトめっちゃ可愛いと思って現地で見てました。だって嬉しい。ハロウィンナイトはね、ハロウィンナイトはなんか4チームに分かれてたんですけど、仲いいメンバーが多いチームだったからすごい楽しかった。リハからあゆりちゃんとかあやめろさんとかあいあいさんとかきみちゃんとかミレータもいたし。じゃあ私今から私が出演した曲を読み上げていくのでメモしてください。メモして見返してください。明日メールでも書くけど、今日見たい方はね、ちょっとセットリスト、私の立ち位置が全部書いてある紙ですね。兆しね。まず兆しは直前に K2 で集まって合わせたりして頑張りました。みんなで楽しかった。兆しの最初のさ、チャッチャッチャカチャカチャッチャッチャカチャカチャッチャッチャカチャカみたいな、兆しの前の更新のとこあるんだけど、あれもね覚えるのが大変だったけど楽しかった。なおさんと一緒に練習しました。私が夜一緒に講師した先生、夜の先生をやりました。夜の先生の更新の先生をやりました。いやもうでも自分ではさ、もう本当に信じられないぐらい足上がってるつもりだったんだけど、映像で見たらなんか全然だ。ゆきさんとかすごかった。兆し、青空片思い、ワンツースリーフォーよろしく、恋のお縄、恋のお縄だけ初めてやった。アダムブロック、ワンツースリーフォーはアミちゃんと隣だったので二人でもう本当にバカみたいに踊ってました。楽しかった。でユニットブロックは僕だけのバリューですね。9期生10期生でやらせてもらった僕だけのバリューは、僕だけのバリューはシュリさんの隣で歌わせてもらえて嬉しかったな。誰がなんかシュリさんが決めてくれたのか分かんなかったけど、分かんないけど嬉しかった。あと最初の煽りもやらせてもらえて、分かんない、誰が決めたのかはちょっと分かんないけど嬉しかったなっていう気持ちです。いい歌だよね。なんかバリューは価値っていう意味なんだって。
いい歌なのでいっぱい聴いてほしいし、いっぱい見てほしいです。意外にマンゴーの衣装だった。チュリさんの衣装も可愛かったね。伝わるだろうか。この服が一番最初に振り入れしました。チリさんが若い子にいっぱいで怯えてたでもそう、僕だけのバリューでチリさんの隣で歌わせてもらったんだけど、私が初めて出たコンサートが松村かおりさんのツコンの昼の立川だったんですけど、そこでハロウィンナイトをやったんだけど、ユニット初めて、それもチュリさんの隣だったの。絶対誰も覚えてないけど隣だったの。踊る場なんかね、一列だったんだけど、チュリさんの隣で踊ったの。その時も初めてのコンサートでも、すごくない？だからまた隣で歌えて嬉しかったな。まあ次、まあいろいろね、その後も木ごとの曲がいろいろあってね、エスケープめっちゃかっこよかったし、予想外のストーリーもめちゃくちゃかっこよかった。光と影の日々もめっちゃ感動したし、サデクロスとかもあって、背中リオジーザスで、ジーザスから出てきたんだけど、でジーザスとコスモスの記憶はに出ました。ジーザス超楽しい。楽しくない？あの歌めっちゃややこしいけど、なんか楽しかった。できるようになったらめっちゃ楽しかった。でその後 MC の後のハロウィンナイトは、なんか若いメンバーと仮装が似合いそうなメンバーってなんか言ってた。みんなでさっきも話したけど恐竜みたいな仮装をして楽しかったです。その後はそのブロックが終わったら片思いファイナリー、そう、これもさっきも話したけど一人一人メンバーを選んでくれたらしくて、なんか前半分が先輩チームで、後ろが後輩チームで、で後輩チームが最後になんか前にいるっていうやつらしい。そう、見てもらえれば分かると思うんだけど、大サビはね、そう、後輩チームの方が前にいるっていう。嬉しかった、選んでくれて。その後ゴメ様は出なくて、パレオコケティッシュ、僕は知っている、ラムネの飲み方がゴールだったんですけど、ラムネの飲み方は K2 が2階で歌わせてもらえて、この歌は本当にいい歌です。本当にいい歌です。なんか前髪切りすぎたかもしれないけど、その後アンコールは会いたかった、みっちゃんで続くのか、卒業式の忘れ物。その前にね、青春の宝石とバイクとサイドカーがあったんだけど、本当にね、バイクとサイドカーがね、ここにも瀬取りに、メンバーの瀬取りにも書いてないくらい急遽決まったやつで、前日にね、メンバーも知らされたんだけど、感動しました。めっちゃ青春の宝石からずっと泣いてた。僕らは西へと向かい走っていく、君を乗せたサイドカー、僕のバイクで。そうそうそう、会いたかったは初めてやった。意外とね、難しかったね。え、めっちゃ感動した。袖からチラ見してたんだけど、めっちゃ感動しました。道も
いい歌。今日も道は続くのかをめちゃくちゃ聞きながら出勤した。でちびさんが飛んでっちゃって、卒業式の忘れ物はもうあの歌詞がさ良すぎてね、涙が出てきました。制服を着てる先輩と会えるのは悲しくない、めちゃくちゃ悲しくない、歌詞がやばすぎてね、ちょっと涙ちょちょぎれた。最後だと思うと泣ける、毎日ずっと。でこれなんか探し、背の高さみたいな、背の高さをなんか背高くないってなって、そこだけ違うねって話してました、リハの時に。樹里さんと英語さんとだからさ、こう背の低さって歌ってって言われた。がしていた背の高さ、明日から見当たらない、固定の隅、これも泣ける、本当魔界の桜見上げ、ある風に。で、おきどきはもちろん瀬取りにはありませんでした。びっくりした、めちゃくちゃびっくりした。おきどき何かと思った、何かと思ったら降りてきた、ちりさんが。っていうとても楽しい歌でした。楽しいコンサートでしたね。すごい、なんかさ、コンサートってさ、多分おきどきがなかったらすごいなんか暗い気持ちじゃないけど、悲しい寂しいっていう気持ちで終わったと思うけど、なんかすごい楽しかったっていう気持ちで終わったから、すごいなんか楽しかった本当に知らなかった。すごいな。そうね、多分慣れてたメンバーみんな笑顔になってたよね。すごかった、すごかったです。何回も見たいコンサートだね。次はジュリナさんの昼公演。センチメンタルトレインも初めてやりました。センチメンタルトレイン、初恋の踏切、あと今日までのこと、これからのこと、出たやつ。センチメンタルトレインは難しかった、あの振り、あの振りも難しかった。折り面の古畑奈央さんが教えてくれました。で、初恋の踏切はもうね、私たちはティーンズユニットのやつでやったばっかだったので、ライブ完璧でした楽しい、あの振り。今日までのこと、これからのこともいい歌だった。今日までのこと、ここは今日までのこと、これからのことの前はすっごい走りました。ゆきさんとエゴさんとラブリンさんと裏は爆走してました。で、ソロのブロックのとこで他のブラックドのバックダンサーで出ました。心のブラカードはなんか AKB のファンの時からずっとテレビとかで見てたから、すぐ覚えれました。なんかなんとなく覚えてたから覚えれました。で、その後はなんか何もなかったので裏で聞いたり、みんなの見たりしてて
ね、ま、虫歯かっこよかった。モノクロのなんとかも、でソロブロックとジュリナさんのブロックが終わってオキドキやって、未来とは前のめりスタンドバイユーが全員だった。オキドキは 7から9期だったんですけど、近くに仲良しのメンバーがいっぱいいたので、みんなではぐれないようにみんなで固まってみんなで移動してました。そう、本当に裏で迷うとね、本当に終わりだからね、絶対一人になりたくないと思って、近い人をずっと探して、チュリさんの卒コン、チュリさんの方もそうだけど、もうねリハからずっと一人ではぐれないように、あ、いてててって言って、一緒ですよねって言って一緒に行動してました。チュリさんの時はミレイタンとずっと一緒だったから、ずっと二人で走り回ってた。昼公演はあゆかぴょんとあいあいさんとマリンさんとずっと一緒で、絶対置いてかないでねって言って絶対置いてかないでねって、置いてかないで、絶対待ってるからって固い絆で結ばれました。そんな、あれまだ終わってないか。で MC じゃない、アンコールやって、アンコールは「恋落ち楽」と「仲間の歌」。仲間の歌は外周みたいなとこ回って楽しかった。みんなと、みんなに会いに行きました。で夜公演はもうほら見て、こんなに髪がビリビリ見すぎて夜公演はウッホウッホホ青春ガールズやって、ユニットでココテンやって、アフリナテ天使はエルやって、でキューティーハニーでなんか謎のマイク渡す役の人をやって、ダンスパートでスケープやって、強い着物ように出て、三世かわいい、万歳ヴィーナス、黄金ダイヤモンド、クロチフラグ、僕は知っている、でアンコールが僕は知っている、オレンジのバス大好き、違う、大好き、僕は知っている、オレンジのバスってなったんだ。そう、夜公演はね結構バタバタしてましたね。うほわあ、もう本当になんか見てた人いないかな、誰か近くで見てた人いませんか何ブロックだろう、あそこ本当にね超踊った、めっちゃ頑張ったってあんま自分で言いたくないけど、めっちゃ踊ったの、本当にね前が見えなくなるぐらい踊った。立ち位置が、しかも立ち位置がなんか一番前だったから、嬉しかったから頑張っ、嬉しかったからっていうか、まあ嬉しくなくても頑張るけど、嬉しかったから余計に頑張ったんだけど、誰か見てなかったかな、遠かった。そう、しかもなおさんの隣で新面のとことかもあって嬉しかったから頑張ったんだけどね、残念ながらあんま一瞬しか映ってなかったけど、拳上げてイエイエイエイだけ映ってた拳上げてイエイエイエイだけ映ってました。南東のところにいた。楽しかった。青春ガールズも若いメンバーだった多分、上のとこで踊らせてもらって、青春なんだっけ、おばさんだって今青春みたいな、
やつをアミちゃんとやりました。アミちゃんと隣だったんだけど、よく一緒に青春ガラス公園も出てたから楽しかった。と北西にだって真逆だね。北西真逆だね。そうで、で大人チームが偉い人になりたくないやって、そうですね、そんな感じだった。でユニットブロックはここにだって天使はいる、ここにだって天使はいる。天使チームです。ここからすごいバタバタだった。天使やって履けてコートに着替えて、そう NMB48 さんの歌、ここにだって天使はいる。ジーナさんの衣装をね脱がせるやつをやったんだけど、もうあれは本当に緊張した。もうみんなでめちゃくちゃ緊張してました。本当に緊張してました。本当に成功してよかった。何回も練習させてもらって、何日か前ぐらいから。すごいみんなに応援をさ応援されまして、本番はうまくいったのでよかった。そこから着替えてエスケープはジェリナさんのプロデュースのパーカーでやったんですけど、すごいアレンジとかされててめっちゃ可愛かった。私のやつはねツイッターに載っけたんだけどね、そう時間がなくて全然写真撮れなかったんだけど、え可愛いアボカドのアバターあるの、すごい。あこれこれこれです。このなんかねベルトみたいなのがついたやつ、詳しくはツイッター見てください。お揃い、ノアさんとお揃いにスカートだった。すごい、しかもスニーカーだったからめっちゃ踊りやすくて本当に嬉しかった。エスケープってなんかエス公園のブーツとかでしか踊ったことなかったから、スニーカーで踊れるの本当に嬉しかった。これは定点でジュリナさんの推しカメラにすると、その時ジュリナさん入れてないから定点で見れるのでぜひ見てください。なんかね、真ん中にアイアイさんがいて、その 1,2,3 個隣にいるのが私です。そうスニーカーもグッズ、私あれを履いてリハしてました。こんばんは。そうメンバーによってね結構違う着方をしてる。エスケープ首飛んでっちゃいそうでしたね。えフィーバータイム中は首ね飛んできそうになったのあれ失敗。なんか本当に自分ができる動き以上の動きを しちゃって、首が追いつかなかった。なんかうわーってなった、でわーって思ってたらそこから抜かれてたっていう。めっちゃ練習した、みんなでめっちゃ練習した。でなんだっけ、参加はだっけな、参加は9期10期でやらせてもらって、そのジュリナさんのがさ木ごとに全部の木がで曲をやらせてもらえるわけじゃなかったから、本当にありがたいねって言ってみんなで元気に元気いっぱいやりました。でそうめっちゃそうしかもアップだったんだよね、なんかブーンみたいな。ぜひ見てください。あゼスタのホームページに詳しいサトリとメンバー載ってるってらしいです。そこでメンバーが見れます、ぜひ。であと全員の曲やって大声でやるものとかね、
で、お祝いメッセージをみんなで見て、こよちゅらぐ、こよちゅらぐはあの体柔らかいチームだったから上でやりました。そう、ジュリナさんの真後ろにいることが多くて、すごいずっと背中を見ることができて嬉しかった。で、アンコール大好き、外国語バージョン、 Oh I need I love you みたいな。もうこれでね、どこの国の方が握手会に来てくれても完璧です。受け答え、推しカメラで見ると見切れてないエスケープ、めちゃくちゃバリバリ映ってるよ。意外とね、真ん中ら辺にいる。なので見てください。推しカメラで見ると定点になるから。でも僕だけのバリエも推しカメラで見てほしい。チリさんの、推しカメラで見てください。私がチリさんとペアで嬉しそうな顔が映ってるので見てください。外国語めっちゃ頑張ってみんなで覚えた。で、僕は知っている、やって、オレンジのバス、僕だけのバリューね、推しカメラで見ると楽しそうな私が見えます。このバスに乗ってから、オレンジのバス、私はここなんかね、私はその瀬戸利が決まった時に知った。推しカメラ見てください、ぜひ。もう何年も、私の更新チチチクチクチチチクチクチチチクチクチチチチクチクチチチクチクチチクチクチチチクチチ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 チ、例えばゆずさんの生誕祭も出れるみたいです。嬉しい。18日16日公演やって、18日も出れるので嬉しいですね。アフター配信は見てない。でもめちゃくちゃ面白そうで、なんか見たくなってました。昨日ナヨンと話してたんだけど、おるーさんと桑原瑞希さんのお話はめちゃくちゃ見たくてどうにかして見れないかなって。そういえば私なんかね、めちゃくちゃショールームじゃない、サイリウムカラーを、サイリウムカラーを実はね変えようと思ってて、めちゃくちゃ意味深な感じで書いちゃったんだけど、あの変えれなくなったので変わりませんっていう報告です。お願いします。生誕祭、そう、2本とかにねしたいなと思って変えたかったんだけど、残念ながら先約がいたらしい。なのでもうちょっとピンク、黄緑、水色を使って生きていきます。やっぱ2本とかの方がいいよなって思って、でちょうどなんか自分のイメージに合うって言われた色が空いてたから、あこれいいじゃんと思ったらもういた。そうだからね、いつかなんか
変わるかもしれないなって思っててほしいです。それはなんか日本の方がいいかなって思うからっていうだけですね。ああ、さきさんのも開くのか。でもとりあえずはなくなったよっていう話でした。以上。あと2分だ。なんか話すことあるかなと。そう、私はメールにも送ったけど今いいことがあってルンルンなんです。ルンルン。さあ、またタイミングがあれば変えるかもしれないよっていう。でもなんかあんまりさ、継承って形じゃないかもしれない。なんていうの、まあ難しいからちょっと2分で話さないから今度話すわ今度話すわ。ルンルンなんで。4月24は遠く会ね。私あれだね、そういえば確かコンサートの次の日までで応募締め切り、申し込みが。みんな宣伝すごいしてたけど間に合わなかったんだよね。でも来てくれる方楽しみにしてます。それではもうすぐ終わりますね。見てくれてありがとうございます。明日メールで詳しくいっぱいお話するのでぜひ見てください、メール。それではまたおやすみなさい。バイバイ。